ただいまより、小空間デザインセミナー、デザインの評価基準を理解し、ルールを作る、これからの時代に求められるデザイン思考について、土台し、空間デザイナー、株式会社、ドイルコレクション代表取締役、井上愛治様のご講演を行わせていただきます。それではご登壇いただきましょう皆様拍手を持って お迎えくださいそれではお願いいたしますどうも初めましてドイルコレクションの井上と申しますえー、っとですね,、まずですねえー お話をさせていただく前にあのちょっとだけあの私のご紹介というかですねあの自己紹介をさせていただけたらと思うのでちょっと映像を見ながら、えー、お話できればと思います <coughs>、えー、よろししくお願いします、えー、まずですねあの私の仕事としては、あの小空間と言われている、えー、レストランですとかバーですとか、えー、それからホテル。 あとはオフィスそういったものの,あのインテリアのデザインを、えー、設計する仕事ですでこれはキムチというお店でロンドンのセント・パンクラスっていうところでパンクラス・スクエアっていう場所があるんですけどそこに作ったお店でまあだいたいであの作り始める前にあの、まあ、場所を見に行っていろいろ考え始めるんですけれども行った時はだいたいこんな形の建物 で僕がやるのは大体インテリアが多いので建物がこうやって出来上がってる状態の中を見てですねじゃあどういった空間を作っていこうかという考え方を進めていく中で出来上がったのがこういったお店でこれはあのロンドンにあるんですけど、えー、韓国料理のお店で、えー、なかなか何て言うんですかね ロンドンはあの昔からちょっと食事があんまりおいしくないって言われてるようなエリアなのであの海外からの食事がすごい、えー、発展した国で,でインド料理とかまさにあの大人気の,あの地域なんですけれども、えー、そこで、えー、韓国料理もそういった。 ちょっとと癖の強いというかですねえ向こうの人からするとなかなか慣れてない食事にはなるんですが味付けとしてはすごいあの興味を持たれる食事のものでえまあこういった形で新しくどちらかというとロンドンには新しく新規参入みたいな形の見え方はしてるんですけれども実際出来上がってみるとすごいあの好評に えー、連日満席みたいな形のお店が出来上がってるとでどういったお店を作っていくかっていう時にまあいろいろ考えるんですけど、まあ、これなんかがまあまず出来上がった時の内容をちょっとまとめたビデオになってるんで見ていただいてで1階の部分と地下とあるんですがこの何ですかね入り口でやっぱりこうなかなか 皆さんが、あの、この地域の方がですね、えー、慣れ親しんでない韓国料理ということだったんで、入り口でやっぱり印象的な作り込みが必要なんではないかというような形で、ちょっと印象的に作って奥に入っていくと、まあ、 まずそんなに堅苦しい食事のスタイルでもないのであのすごく広い空間で皆さんに同じものをこう提供できるみたいな印象が与えられないかなということで1階の部分はですねなるべく均等にというかあの同じような席が連続してるそういった作り込みを意識して作っていったんですけれどもだんだん奥になるに従ってボックスシートの席だったりこれからこう地下に降りていくとですねさらに あのプライベートの空間みたいな形を意識できるようにえ小割にえ席が作れるようなまあ雰囲気としては一つのテーブルで完結するようなデザインっていうのをえ考えながら作り込んでいくという考え方でこのお店が出来上がってます大体250坪ぐらいのお店なんですけれどもこれがまあ地下で全体的にはあのちょっとまあ なんていうんですかね、プライベート空間の雰囲気を強めに出していったと。一階のスペースはまあお昼になると大体こういった形で、えまあ外光もすごく入って気持ちのいい空間が出来上がったんではないかというふうに考えてます。でですね、あの、まあ実際こういう形で、まあ あのなかなか日本だと見慣れないような風景だと思うんですけれども海外の人たちにも受け入れてもらえた、えー、デザインのお店ですとでうちの会社はですね、あのーまあ、海外でそうやって作った作品に対しての賞をいただくようなケースがありましてこれは去年、あのー、2017年にファーム・オブ・ザ・イヤーといってですね、えー、会社自体を評価するっていう。 えー、アワードで、えー、世界一をいただきました、えー、これはですね5年間の、えー、作品実績みたいのをですね全体的に評価対象になりましてそれで、まあ、日本人で初めてあの世界一というタイトルを頂戴したというような状況ですで大体年間にあの、まあ、40軒ぐらいの店舗を手掛けさせていただいておりまして メディアとしても大体海外も含,含めてというか海外でですねあの日本国外だと大体30カ国ぐらいのメディアでちょくちょく取り上げていただいているとで受賞は20件以上という感じにで2011年に立ち上げた会社ですので大体7年ぐらいですね今8年目に入ったところです で手がけているものの今、進んでいるものの大きめのものでいくとピアというあのチケットの,あのピアさんがえー屋内型のアリーナをみなとみらいに今作ってるんですけれどもそれのインテリアでえ飲食だったりラウンジそういったところを手掛けさせていただいておりますあとヒュージさんっていうまあレストランの大きなあの200坪とか大きめのレストランをやられる会社が渋谷のスクランブルスクエアといってですね まあ、東急さんがやられていて今、まあ、東急さんが言うには100年に一度っていうぐらいのプロジェクトの一環になるようなレストランを今やらせてもらっていたりこれは一番右の方ですねインターコンチネンタルホテル外観がすごく特徴的なあの三日月型のホテルのインテリアデザイン客室ゲストルームとかですねの改装をやらせていただいております。 でこういった会社をやってる僕がですね今、まあ、今回皆様にお集まりいただいたそのデザインの評価基準を理解しルールを作るということで、えー、それがですね、まあ、これからの時代に求められるデザイン思考についてというふうにまとめさせていただいているこのタイトルについて沿ってですねちょっとお話をさせていただけたらと思いますまずですねあのー、皆さん あのどういういろんな立場の方がいらっしゃると思うんですけれども僕の場合はまあデザインしてっていうふうに頼まれて、えー、じゃあクライアントさんがどういうものを求めてるんだろうなというのをまずもちろん最初考え始めるわけなんですけれども例えばカフェをこう作るっていう話をいただいた時に、まあ、すごく流行ってるカフェってどんなんだろうっていうふうにいろいろ見始めてこういう、まあ、これはプレタマンジェっていうこう まあ海外で展開しているものでイーツだったりとか、まあ、こういった形でいろんなこうスタイルありますよねってで、えー、クライアントさんまあおせちさんにどういうデザインがお好きですかって言ってこういうふうに並べて見せていくっていうスタイルもあるとは思うんですねでもこれってなかなか最初できないというかあのもう関係性がすごくしっかりできているあのクライアントさんとの えー、仕事であれば最初にこういった方向性でどの方向性が好きとかっていう話ができると思うんですけど実はですねどれが好きかなっていうのをこっちが考えるっていうのがほとんどの仕事の,スタあの流れなんですねでそうするとやはり僕も基本的には最初めちゃめちゃ悩みます どういうういいいいののを提案したららいいんだろななと思いながらさっきのですねこのパターンがいいのかなとかこのパターンがいいかなとかっていうふうに思いながらでお客さんの言ってることどういうことなんだろうというふうに考えてまとめていくわけですけれども、えー、僕がこう今ミスタードーナツさんずっと手掛けさせていただいてるんですけれども。 一番最初にお話しいただいたときにはです、ねえー、ミスタードーナツさんというかです、ね、このミスタードーナツさん、ダスキンさんのブランドで、アイスデライオンってあるの、ご存知ですか皆さん、なかなか知らないですよね。これあの、ダスキンさんもすごく悩んでて、どうやって売っていったらいいんだろうと。でやっぱりあのミスタードードナツの中に まあ売り場を作るというかですねあの販売スペースを設けていきたいんだけどそれをどういうふうに売り場を作るのがいいかなとそういうお話を最初にいただきましたで僕がその時にじゃあミスタードーナツってどんなんだっけっていうのをもう一回思い始めたらですね調べ始めたらもうですねどうやって見てもまあみんなミスタードーナツなんですけどえー全くまとまりがなくてですね あのやっぱり50年っていう、まあ、歴史のあるブランドさんなのでいろんなパターンを作られていてで全国に1200件っていう形であるので、えー、僕のイメージとしては一番左上の黄色とオレンジのラインで「ミスタードーナツ」って入ってるのがなんとなく僕はミスタードーナツの僕の中のミスタードーナツなんですけどただ他の方々だとその真下の,あのウッド調のものに白で「ミスタードーナツ」って入ってるものだねとか。 えー、逆に、真ん中の下の真ん中の方ですね水色のタイプのミスタードーナツって見たことある人いますいませんよね。<laughs> いませんっていうわけではないんですけど,ないんですけどこれ1200円あるうちの全国で3軒ぐらいしかないんですよ。っていうこういうあのミスタードーナツっていう大元に対してさっきのアイステーライオンをどうやって入れたらいいんだろうと。 いうのでまとまりをまずこうミスタードーナツ自体に対して、えー、何かこうまとまりが欲しいんだけどなと思っていた時に、あのー、まず最近のお客さんってどういう方々がミスタードーナツさんにとってターゲットなんだろうというふうに考え始めた時に一番上に、あのー、5組の例を出させていただいてるんですけれども。最近の、まあ、こういうい お母さん若いお母さんとお子さんっていうのはあのー、昔でいう,こう完全なペアルックみたいなのはなかなかしないんですねあのやっぱりおしゃれな方がすごく増えてきていてどっか1か所だけこう同じようなポイントを作っていくそれがチェックだったりとかあとは帽子だったりとかあとはあのーまあ、腰に巻いてるセーターだったりとか。 そういったところですごくこう強調してあのポイント使いみたいな形でただ、それでもしっかり親子に見えるというかですねあのそういう雰囲気を作り出しているとでこういう方々があのメインのターゲットだとするとじゃあ、タードーナツもこう何かもう1つミスタードーナツっていうあのロゴだけでない、えー、ポイントとなる、えー、共通の項目を作れないかなと。 あれだけバラバラだったものに対して少しだけもう一個だけポイントを作れないかなということであの僕がご提案したのがこういうミスタードーナツでこれはあのチェックの柄をもうポイントにしていきましょうともう一つのキーワードとしてでもう全然色は何でもいいとえミスタードーナツさんっていうチェック柄が入っていればもうデザインも違くてもいいんじゃないかと いろんなお店でいろんなデザインがあってで隣が赤を使っていればじゃあこちらはブラウンを使ってみようかとそういうふうにしっかり差別化していくための、えー、色味を選んでいくっていうことにして、えー、逆に言うとそのチェックっていう共通項目だけもう一個だけプラスしたらどう見ても形が違くてもミスタードーナツに見えないかなと。 でこれはこういう共通の項目があると、あの,ー、の CG パースで入っているアイス・デ・ライオンという売り場が入れやすくなるんじゃないかとで1個、共通の項目として全部チェックが入っているという柄のところに差し込んでいくのはすごくやりやすいんじゃないかというご提案をさせていただいてでそれにはまあ発展的に、あのー、オレンジだったりブラウンだったりグリーンだったりこういうチェック柄を見るだけであこれはミストの柄だよね でもわかるで逆に「あれあんな色のミスドって見たことないね」っていうのでじゃあ近くにあの特別なミスドがあるのかなみたいな感じでそういうふうにこう発展するような、えー、ポイントをもう一個作れないかなっていうふうに、えー、ご提案したんですね。でまあ変なやつがいると。あのー、アイスデライスラオンっていうのを 考えてくれっつったのにミスドを考えて持ってきたというので、あのーまあ、すぐさまミスドの方のちょっとお偉いさんに呼び出されまして、えー、褒められるのかなと思ったら不採用だと <laughs> この内容はダメですとミスドが求めてる方向じゃありませんと言われたんですけど、あのー、ただこういう考え方ができる人間と新しいミスタードーナツを考えていきたいと。 ということで僕らが求めてるというかまあミスタードーナツさんダスキンさんが求めてるミスタードーナツっていうのはこれがこういう方向に進みたいんだけど一緒に考えてくれないかっていうことで僕が仕事を受注したっていう状況ででそれからまあいろいろ打ち合わせを重ねさせていただいて今作り上げているミスタードーナツっていうのがこういう形の,あのまあどちらかというと まあ、テーマとしてはあのー、もちろんテイクアウトというより最近はこうなかなか家族が核、ねあのー、家族に,になっていってとかっていう形で昔はもう10個、20個という。 えー、ドーナツが買って帰られたんですけど最近はもうその場で食事してとかコーヒーと一緒にとかっていう形のその場で消費するスタイルの方が、あのー、消費量が多くなってきてるっていうことなので、えー、空間に、あのー、ある程度、まあ、カフェのような居心地の良さだったりとかそういったものを求めていこうよっていうことと、えーまああのー、これはまあ全世界的に流行ってるちょっとこう時間的に。 真、えー、新しさがなかなか、あのーまあ、作り上げると真新しいんですけれども、あのー、少し昔からここにあったような、あのー、居心地の良さみたいなのを求めて作っていきましょうとで作っていったとで、まあ、今回お話のタイトルとして「ルールを作る」っていう話でスタートしてるんですけれどもこの「ルールを作る」っていうことはあの何を言いたいかっていうとですね 判断基準を作るっていうことなんですねで。判断基準っていうのは先ほどのようにあのこういう前提があってだからミスタードーナツはこういう方向に進んだらいいんじゃないかっていうそのルール作りって僕は言ってるんですけれどもそれが要するにまあ判断基準を作るっていうことなんですね。 それをどういうことかっていうので、えー、もうちょっと実例を見てもらえたらと思うんですけど、まあ、ミスタードーナツの話をもうちょっと、えー、させていただくと、先ほどのお店が甲子園に出来上がって、で、もちろん、茶園店なのでいろんなルールをこう作っていくわけですね。色味の幅だったりとか、そういったもののルールを作って。で、今では、えー、だいたい200件ぐらいもう進んでる状況。で、2023年、 今、1200件あるうちのその1000件ぐらいは今のデザインにしていきましょうというようなペースで進んでいますで。これを進んでいくとですね、あのー、ちょっと似たお店も出てくるんですね。<laughs> あのどうしても、えーまあ、先ほどちょっとお話ししようと思ったんですけど、 流行りというかですねあのいいなと思われるお店っていうのは大体こう全世界的に似ているところがあってそれはもうなぜかというと昔はあのニューヨークだったりロンドンっていうのがすごく流行りを作り出していたところなんですけれども今はですねそれが出来上がった次の日とかに日本でもその写真が手に入るんですねで逆ももちろんなんですけれどもそういった形であのまあ ユーザーがですねあのどういうものがいいなと思うものを思うものっていうのが大体世界共通で手に入ってしまうというか参考にできるものが同じになってくるので大体似てるものが流行ってくるとそうするとこうやって似てないかなっていうところが出てくるのでさらに今 m r タードーナツさんではもともと僕が、あのー、さっき見てもらったタイプがスタンダードっていうタイプなんですけれどもそういうあの流行りものとかですね あの感度の高いようなエリアっていうのはもうちょっととんがったというかですね、えー、スタイリッシュなものを作っていこうということでシティタイプそれから先ほどのタイプだとまだまだもっとおばあちゃんとかおばあちゃんと孫とかですねそういった方々が、えー、ターゲットになるような、えー、ローカルの地域にはファミリーっていうタイプを作っていきましょうということでその開発をまたスタートしてるわけです。 で、例えばというかですね、まあ開発の仕方としては、えー、ベースとなるスタンダードのタイプっていうのを、えー、まあ架空の店舗としてもう一度こう CG として作り上げて、それがどういう形で出来上がってると。で、色のバランスだったり、木、えー、のボリュームだったり、そういったところを、えー、スタンダードとしてはこうだよねと。じゃあシティっていうのはっていうので、また、えー、売り方が変わるわけではないので、 あのー、スタイルとして、えー、どこをどういうふうに整え直すとシティというタイプに見えてくるかなというのをこうやって整えていくわけですで全体的にマテリアルとしてあの安定供給ができるものなのかどうなのかというものだったり、えー、例えばその木でも2種類使っても大丈夫なのかとか あの、凹凸がありすぎると、埃が溜まるんじゃないかとか、そういったところまで、えー、検証しながら、実際、えー、ちゃんとした店舗まで作り上げると。でこれは今、高田の馬場に出来上がったお店だったり、石、え、寺、ー、公園っていう場所に、えー、出来上がったりしてるシティタイプですで。こういったものを作って、一応ですね、まあ、 あのー、本当に話題になっていて密度、えーまあ、なんだけど密度じゃないとかですね言ってもらいながら、えー、大盛況を、えー、生んでいるわけなんですけれども、あのーまあ、あとはどれだけ速いスピードで、えー、1200件というものに対して展開してい,るいけるかということで先ほど、まあ、1店舗作り上げたものが、あのーまあ、ルールとして えー、いろんな店舗に波及していけばそれが、あのー、ルールがです、ね、ある程度皆さんに共有されていけばこうやって評価もされていくんではないかとでそのルール作りの考え方でいろんなパターンがあると思うんですけど今サボテンっていう僕とんかつ屋さんも、えー、継続的にやらせていただいてるんですけれども例えばサボテンさんでこういろんなタイプ、まあ、博多だったり、えー、北京 フィリピンというように海外にも展開していってる、えー、ブランドさんなんですけれども、あのー、実際利益としてはすごく安定してますで安定している中でじゃあ次どういうお客さんをもうちょっと取っていったら、あのー、もっともっと、えー、サボテンっていうものが発展していくのかなという考え方をもうご相談されてじゃあこれから獲得したい 方々ってどんな人たちですかっていうのでこれキャラクターグラフっていうものなんですけれどもこういったものをえ活用してですねあじゃあ今えサボテンを普段使ってくれている方々はだいたいこのグリーンの辺りだよねとで設定してじゃあという話の中で1つ出てきたのが高単価のえまあ消費をしてくれる。 飲み物を、えー、いろいろ、まあ、アルコール類ですねそういったものを飲んで、えー、お客様一人に対しての単価が上がっていくもの、えー、ようなそういうエリアの方々を取っていきたいあるいは、えー、やはり揚げ物なので女性に受けるような、えー、そういうあのお店も作っていきたいんだとでじゃあそれってどの辺ですかみたいなのをこう円形で、まあ、示していくんですけれどもそうするとですね あまりりにも重ななが少すすぎたんですねでその時にあの僕がご提案させていただいたのがこれがですね50%ぐらい重なっていればあの既存の店舗をこういう方向に姿勢としてあのまた作り上げていけばあの獲得できるとは思うんですけどさすがにここまで違うともうブランドが違いますというお話をしてじゃあブランドが違うっていうことはそういうお店を あのサボテンのノウハウで作るっていうのはどうですかっていうご提案をさせていただいてでじゃあそれにあの着手してみようというお話をいただいて作り上げていく過程ですでこれがあの左側が高単価で右側が女性的でこの時もちょっとですねキーワード化するっていうようなあのルールを作ってで1店舗作るまあ 本当はですね、まあ左側の高単価のものが先に進んで、その後、えー、女性的なものというかですね、女性受けするお店も作っていこうっていう風な話が、えー、ちょっとずれてスタートしたんですけど、わざとですね、そのキーワードを対になるように作っていったんですね。で、それをルール化して、じゃあ、 えー、例えばサボテンの歴史性を表現しようよっていうことで進んでたハオ、えージュというブランド高単価を狙うブランドに対してじゃあそのカツサイっていう方はサボテンの先進性を表していこうよとあるいはあのーまあ、一番下の段で書いてある海外への展開を、えー、目論で進めていくのも必要だよねっていう話をしていった中でじゃあカツサイの方は逆に海外から逆輸入したような。 要するにこう海外にあった店舗で、えー、実際、日本的とか、あのー、とんかつ屋さんってこうだよねみたいなのをちょっと間違えていたりとか全然違う解釈の中で作り込んだお店を逆に日本に持ってきたらこう見えるんじゃないっていうようなそういう対になるような言葉をキーワード化しながら2つのブランドを作っていったと。 でそうすると出来上がったのが、えー、これが法樹という方で、えー、高単価で、えー、さらにお酒も飲めるような雰囲気としてで天井画としてはあのー、昔ですね食事がすごく栄えた、えー、時代の、えー、絵画を描いたりとかですね、あのー、食事をしながらこう長寿につな、えー、がるようなっていうことで絵画としてつる、えー、をり アレンジしたりとかですねそういったところにつなげていって作ったお店ともう一つは出来上がったのがあのカツサイでこれは海外として、えー、海外にあったようなお店としてもう持ってきたらどうなんだろうと思って作り込んだようなものなのでこういう格子のデザインとかも実際こう斜めの格子ってなかなか日本で和風って言わないんですよね。 もうこれはもうどう見ても日本人が見ると海外のデザインでしょうってなっちゃうんですけど多分あの海外の人が格子って言ったらまあこれも日本の格子と変わんねえんじゃねって言って使うかなっていうので斜めにしてみたというようなそういうもともとのルールとして海外で作ったというかですね海外にあるようなものを逆に逆輸入したようなお店にしようという発想が あってルール作りがあってこそこういったお店が出来上がるとあるいはタリーズさんこれもうちでやらせていただいてるんですけど皆さんタリーズってこうない方も多分タリーズさんってこういうお店だよねっていうのをんとなく頭に浮かぶお店ってないですかタリーズさんってこうだよねみたいなっていうのは僕の中にもなんとなくあって。 でそれがですね、まあ、僕のところにお話が来た時に、えーまあ、イメージが邪ジ魔をして施設のコンセプトに合わないと出店ができないケースが出てきてしまっていたんですねっていうのは皆さんがどうしても想像するとあの出来上がる前から「あタリーズさんってああいうお店でしょ、えー、うちの施設に合わないからごめんね」って言われちゃうんですよでそれがすごくネックになってきてしまっているっていう段階が一時期あり。 それから最近のまあ競合カフェの業態というのはすごくあのカフェ文化が発展してきているので日本でもすごく短編でもですね有名ではなくてもインテリアデザインにこだわった競合店に客足を奪われるようになってきてしまったとっいうケースも出てきているとじゃあそもそもタリズさんって今こういうタリズさんだよねっていうふうにあのー。 作り込んできたあのデザインっていうのはどういうものですかっていうのを確認してみるとタリーズさんってこうこの何ていうんですかね右下の方にあるロゴが、えー、メインなんですけどここに使われてるオレンジそれからグリーンあとはベージュですねこういった色合いをあの基本的には使いたいということとあとはですねあのスペシャルティコーヒーまあ、えー 他にももあると思うんですけども、えー、そういったところで横断してからちょっと時間をもらってから、あのー、コーヒーが出てくるっていうお店であちらで待っててくださいっていう時用に、あのー、ブルーとオレンジのペンダントがぶら下がってるところでお待ちくださいっていう案内をしていたらしいんですね一番最初の頃その待っていてもらう場所を案内しやすいようにっていうことで。 ただこれって別に案内しやすいようにというだけであの案内しやすければ実はいらないものなのかなとかそういったところがなんとなくこう見えてくるわけですなので使わなければならないって一番最初に言ってたこのあのー、カラーリングこれも使い方としてはあのー、もうどうしても既存では似てきているかもしれないんですけどちゃんと使いましょうとで案内できるっていうことが大事なんだったら案内できるようなデザインをちゃんとしましょうと。 そこをあのしっかりです、ねあのまあ、レイアウトだったりカラースキームそれからデザインというものをあの根幹の部分で、えー、確認してです、ね、それをじゃあもう一回構築するためにはどうしたらいいんだろうというような話を、えーまあ、クライアントさんといろいろしていくとあのうちが作ったのはこういうリりずさんになると。 でなんでかっていうとですねあのこれ全部オペレーションも今までのタリーズさんと同じですしあの作ったものを後で提供するような台があり、えー、案内するためにあちらでお待ちくださいって言いやすいようなエリアがありということで、えー、さらにはオレンジとグリーンとベージュを使ってると、えー、その使いたいと言ってるその使い方だったりとか案内したいと言ってる案内の仕方だったりっていうのは全く変えずに デザインが作り込めるいいいう、えー、事例を見てたただいたんですねでそうするとタリーさんもあじゃあそういう形でも全然ありだねということで今、あのー、施設さんとしてですねこれはあのー、本屋さんとコラボで、えー、出店してるお店なんですけど、えー、本棚が上にあるようなデザインを起こして、えー、本棚まあそうですね、えー、と本屋さんと 一体化しているイメージをタリーズさんの方にも設けてあげたりとかあとはあのー、もっとカフェとしてくつろげるような雰囲気が欲しいとかですね、あのー、いうお話だったり例えばいろんなスペースを設けて、えー、どういう席が一番人気があるのか検証したいとかそういうことを、えー、言われながら作っていくお店もありますと。でこの いろんなことで,です、ね、こういう判断基準をお客さんと一緒に作っていけるっていうことはですね僕が思うにはこれが判断基準が作れるっていうことがデザイン思考が備わるっていうことにつながっていくんではないかというふうに考えていますでこのデザイン思考が備わるっていうのは、まあ、今何種類かですね、あのー、3種類ですか見ていただいた、えー、事例と同じように基本的には あの判断基準をお客さんと作っていくっていう考え方なんですね。例えば立地の特性の把握をしてじゃあどういうふうに建物を作ったらいいですかとかあるいはこう既存の建物に対してどういう考え方をプラスアルファしていくと お店としして成り立つんでしょうかねというようなことで,でもまあこれは上海の上海大学の跡地というかですね古い建物をメディアセンターにしていこうみたいなデザインの提案なんですけどあるいは物件によってはですね細かいリサーチをして数字がデザインだったりとかあのまあ平面レイアウトだったりとか。 そういったところに影響してくることもありますし、あるいは、あのー、銀座に、えー、ヨガスタジオを作るときなんかは、あのー、女性が、まぁ、あ、オンのときだったり、オフだったりっていうときに、どういう気持ちで、えー、まあ、銀座を歩くのかなとかっていうものを、えー、デザインに反映していくのがいいのかなとかっていうのを、こう、まとめていくわけですね。 でこれが、あのー、毎回毎回もちろん判断基準を、えー、変えてはいくんですけれどもこれができるとですね、あのー、できるというかこう作るっていうことは何を意味するかっていうとですね「あのー、Please look my brain」って書いてるんですけど、あのー、僕の頭の中を見てくださいっていうそのままなんですけれどもね。 あのやってきたことっていうか僕がこのデザインを考えてきたことっていうのはこういう成り立ちで出来上がってるんですよというのを説明するために今のような前段があるわけでえそうするとですね何が起こるかっていうとえお客さんに対して提案したものがもちろん最終的には えー、僕の仕事としてはインテリアデザインとしてアウトプットするんですけれどもあの途中途中で、えー、そういう考え方はいいからじゃあその次に進む段階ではこっちに行こうよとかその何ていうんですかね最終的に出来上がったものを見せた時にここまで戻ればあのお客さんと足並みが揃うみたいなポイントをすごくつかみやすくなるんですね。なので 途中途中でこういうふうに考えて枝分かれした時に僕はこっちに行ったんですよとでこういうルール化を僕はしたのでこのルールに従ってこういうデザインを作り上げましたとそういった話がお客さんと共有できるとまあそれがですねたとえちょっとブレていたとしてもじゃあここまで戻ってここからもう一回作り直そうっていうふうになると次の一歩が足並みが揃う。 そういう進め方がすごく今、あのー、まあ、お客さんとうまくいくような流れを生んでるんじゃないかなというふうに思ってます。なので、えー、例えばですね、あのー、一個のお話をいただいたときに、この黒い建物が、あのー、ちょっと目立つようにデザインしてよっていうオーダーだったんですね。でも、僕がデザインして提案したのは、 手前にある赤いオブジェだけをデザインして「以上です」って言ってプレゼンを終えたとっていうところなんですけどもちろんその前段がちゃんとあるんですねでそれにはあのー、周りにすごく白っぽい建物ばっかりが建っている中で黒い建物がすごくモダンでシャープでいいじゃないですかとでまあ若干暗い印象があるような部分もありますけど、えー、じゃあ いいところと悪いところってどんなところなんでしょうっていうので見ていった時にあの建物自体を例えば赤にするとかピンクにするとかそれがいいんじゃないんじゃないかなとでいろんな化粧をしてビカビカ光らせるのもあのエリア的にいいものじゃないなと思いながらじゃあこの建物があのお客さんとして何をしたいのかっていうふうになると。 あの建物ってあ,あれだよねって言えるようなそういうあの、まあ、建物の印象が残ることをやってほしいんだなというふうに考えた時に一番信任性の高いところはどこかとかですねあの逆に信任性が悪い部分エントランス部分とかっていうのをどういうふうに対応してあげたらいいのかっていうことで行き着いた先があの一番目立つところに一番目立つ アートモニュメント建てましょうよとでこういうオブジェがあるとお客さんなんだなんだというふうになるでしょうという話をしたらああいいねとじゃあ建物維持のやめようという話になって、えー、まあ最終的には1階部分の、まあえー、ピロティになってるようなエリアはさすがに少し手を加えようっていうことになって、えー、実際竣工してもう、まあ、このビル自体のテナントさんも全部埋まって。 えー、うまく、えー、ビル自体の運営が行われているとそういった何、あのー、て言うんですかね何が言いたいかっていうとこの僕がこう考えてきましたみたいなことをしっかりとお客さんとシェアするっていうことがすごく大事でこれはあのーまあ、判断基準が分かると、えー、要するに判断基準が分かるとっていうかですね お客さんに対して僕はこういう判断基準でこのデザインを持ってきましたっていうことをえお話ができるとですねえお客さんも最終的にその出てきたデザインに対してあじゃあそれが合ってるのかそれが合ってないのかみたいな形の評価をしてくれるようになるのであのまあ実際出来上がったものの精度がさらに えー、じゃあこの時にこういう判断基準でいきたいんでこうしましょうよとかですね建設的な話ができるようになってくるというのが、えー、僕の中の、えー、まあシェアー・ザ・ミニングっていうような考え方ですあとはですねこうまあ一番最後の最後、えー、デザインとしてですねあの最後の最後っていうのもあれですけどこう出来上がったお店をですね あのこれは名古屋に作ったですね2年ぐらい前に作ったあのボカチェントロっていうフードホールですね400坪ぐらいある結構大きなフードホールなんですけれどもこれをですねまあ世の中の人々にまあいろんなデザインの関係の人もそうですし えー、レストラン運営されてるような方々にもそうですしいろいろ見てもらいたいっていうことでこうアワードに提出することにしたんですねでアワードに提出して、えー、こういうデザインとかっていうのは世界的にもどう見られるかなっていうまあ僕の中ではのレビューみたいなのをするわけですでこういうお店がまあ本当にヒロインでいろんなエリアを作って作り込んで提案をしてるんですけど 逆にこ,うこれは今度ですねあの西麻布の方に作ったバーですねショットバーに近いようなこれ氷室さんってこうボーイの,あのボーカルの氷室さんっていうのがあのオーナーでやってるバーなんですけれども実際これは逆にあのさっきのが400坪でこれは20坪っていうすごい小さな大きさのえーまあバーと。 向こうはフードホールという業態も違うんですけれども箱の大きさ自体も全然違うとっていうところでこれが、まあ、作り方としてはですねいろんな要件を先ほどのようにルール化したりとかですね判断基準を共有して、えー、作り込んでいったものなんですけれどもあの実はですねこういったお店を作ってもどっちのお店もやることは外に出す時は同じような出し方をしようというふうに決めてます。 もちろん、えーえー、日本語で、えー、解説原稿を書いてそれに対して、えー、それとそぐうような形で、えー、英語の解説原稿も作りますでそれはですねどういう成り立ちをしてるかというと大きさが違くても両方とも同じようなことのこう大体気象転結ってあるじゃないですかでその気象転結みたいな形でこう概要 あるいはこう概要の次がこうチャレンジしたことそれから結果としてこういう結果が得られましたみたいなこういう書き方をするとアワードにこうエントリーしやすいっていうのがだんだん見えてきたんですね。でそれは僕の中でこう作り上げたというかですねこう経験上こういうものが一番出しやすいみたいな形で作っていったものなんですけれどもこれも僕はあのまあこれが絶対じゃないんですけれども あのー、僕の中ではルール化みたいなところです。でそれで、えー、大きさは違くてもこういう、まあ、400坪でドーンと作って誰もがこういろんなところにいろんなアイディアが詰まってるねみたいに言ってくれるような、えー、お店も受賞できますしあるいはこういうすごく20坪しかないお店も、あのー、ロンドンの方で、えー、クリエイティブのアワードを 頂戴できるというようなことでえ評価されるためのポイントっていうのもしっかりこう何て言うんですかねあのアワードっていうのはアワードでえー必ずですねえどちらかというと僕の場合はこうルールに乗っかるみたいな考え方でえエントリーするようにはしてるんですけどあの作られたルールに対してそういったこう,うまくはまるようなえ流れをちゃんと 自分の中で読み解いてこういうルールだとこういう評価はされやすいなみたいなそういったものをあの探し当てれば、えー、うまく、えー、結果を得られる可能性が高くなると要するにですね今考えていることっていうのはあのこういう考え方が、まあ、僕の中ではですねあのインテリアデザインっていうもの空間を作る仕事 とということで、まあ、まず間違いないことなんですけれどもこのデザイン思考っていうことを、えー、してるはずなんですねそれが僕の中でデザイン思考って何なんだろうと思った時にまずルールを作ってでそのルールを作れるっていうこと自体が、えー、今度、まあ、判断基準をお客さんと共有できるっていう状態になってきてでそれが えー、デザイン思考につながり、えー、お客さんはそのデザイン思考自体を求めてるで今ネットでこうデザイン思考とか調べると経営コンサルティング会社がデザインを取り入れる理由はとかってそういうタイトルで文章があったりとかあるいは経営者はなぜデザイナーに相談するのかとかですねそういったこう話が山と出てくるんですけれどもあの何を求めてるかというとまあやっぱりですね まずは問題が1個浮かんだときに、あのーまあ、解決してよって言われるのが皆さんほとんどだと思うんですけどデザイン思考っていうのはその問題を解決するっていう根幹を自分でルール化してそれをお客さんと、えーまあ、共有する。 その共有することによってあのお客さんがじゃあそれをどう判断するかっていうのを、えー、一緒に考えられるっていうことが、まあ、デザイン思考なんじゃないかというふうに僕は考えておりますなので、えー、今デザイン思考を生、えー、かす会社が増えてるっていうところで求められるのは一番根幹でいくとルール作りっていうのがあのうまくできるようになってくると デザイン思考につながり、えー、いろんな企業さんに求められるような人材になっていくんじゃないかなというふうに考えてます。なので、えー、もちろん、えー、インテリアデザイン事務所なので、最終的なアウトプットはインテリアデザインですけれども、うちのドールコレクションはいい空間を作ってくれるはずとして、こうまあ、連絡来るよりもまず会って話してみたらなんか起こるんじゃないみたいな。 そういうふうに思われるデザイン事務所になろうということで今、えー、事務所内の考え方も、えー、整えていってるところです。というのはまあ、あのー、大まかに昔はデザイン事務所っていうとじゃあデザインしてきましたこれかっこいいですかかっこ悪いですかみたいなものを、あのー、ギブアンドテイクするために求められてきたとは思うんですけども 本当に最近はあのシェアするというかですね考え方を、えーまあ、求めてお客,お客さんが、えー、事務所に来ていただくということが多いなと要するに何て言うんですかねあの世界的にも、えー、いろんな事例がすぐ手に取るように、えー、手元に並べられて。 なので大体のものは皆さんこう作れるようにはなってきてるとでかも,うもっと簡単に言うとかっこいいものかわいいもの、えー、きれいなものっていうのは皆さんも作れるようになってしまってるんですねでただそんな中で、えー、何ができないかっていうとそれをじゃあそれが正解かどうかっていう判断するためのルール、えー、評価基準みたいなものが作れないのでなので それがかっこよかろうが悪かろうがあのいい悪いがあの本当に主観的なものになってしまってえまあ評価自体がバラバラになるとそうではなくて評価するポイントからもうすでにシェアしていこうということができるようになるとあのよりお客さんと密にお話ができるようになるんではないかというのがえ今回。 考えた、えー、デザイン思考についてっていうものですありがとうございました一応ですねあのこんな形で流れとしては、えー、一通りなんですけれども、えー、もうちょっとだけ10分ぐらい時間があるのであの質疑とかございましたら何か気になるところがあれば。 何かありますか。はい。あのデザイン思考のスライド、ちょっと戻していただきたいんですけど。はいはいはい、これ、えっと、もうちょっと前、また<れ>、これですね。あの。 このデザイン思考ていうのはそのインテリアの業界の話だけではなくて、はい。他の業界でもこういうデザイン思考が求められているっていう意味なんでしょうか。そうですね、あのー、なんていうんですかね <laughs> まさにこうインテリアデザインだけではなくて、あのー、企業さんがこうデザイン、デザインっていう話をするのはですね一番は、やはりこうビジュアル化するのが。 大前提なんですけれどもあのそれが 2D であれ 3D であれあの判断するものを作れる人っていうのはあの求められる傾向があるのでそれがインテリアデザインに限らずあの本当に文字のデザインだったりしてもいいでしょうしいろいろ本当にポスターのデザインでもいいと思うんですけれどもそういう。 あの目に見える形で、えー、デザインということがあのしかもそのプロセスまで開示できるような人があのデザイン思考ができるっていう考え方のもと、えー、企業さんに求められるんじゃないかなと僕は思ってますはい他に何かご質問あるような方いらっしゃいますか す、えー、素敵な講演ありがとうございました先ほどなのでデザイン思考というところの,、はい、あのキーワードをもうちょっと深く掘り下げて教えていただければと思うんですけれども。はい、あのー 多分です、ねえー、ビジネスの中でデザインについて先ほど、まあえー、クライアントの方とシェアをされる時にお互いの共通言語みたいなものがあると思うんですね。まあ、こんな風にしていくためにはこう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 いう風うに考えてとかそういった形の,、まあ、あの話をする時にやっぱりあのその自分の中にその共通言語の、まあ、ある程度 引き出しがないと話ができないと思うんですね。で、まあクライアントっていろんなまあクライアントがいると思うんです。まあ,あの食空間のまあ、クライアントもあれば医療空間のクライアントもあったりとか、そういった時にまあ、どれぐらいまあ、予備知識としてその持ってるものを深めてまあ、クライアントに会われるのか、まあそのあたりあの情報収集の仕方ですとか、逆にそのあたりはあの今までこう 見てきたものを自分の中でこうかなっていうような考察に基づいてしているのかっていうあたりを少し詳しくお話し聞かせて頂ければと思いますはいそうですねあのー、共通言語の中で僕が一番気をつけているというかですね、あのー、ポイントとしてはできるだけそのプロジェクトだったりとかお声がかかった話の根幹をですね あのお客さんから聞き出すというかですねコミュニケーションを取るっていうことを重要視してます。というのはあのもう何て言うんですかね最終的にデザインとして、えー、お話をもらう時っていうのは実はですねあのかなりの話がこうされた後というかですね いろんなこういうお店作りたいと思ってこういう社内的なアンケートを取ってでそれからあの最終的にはじゃあ物の物量だったり物流っていうものを考えてじゃあこういうサイズのお店だったら出来上がるねとかこういう例えば病院だったら成り立つねという話をこういろんな方が関わって考えてくるわけですけれども実はその いろんなことを考えていろんなものを削ったりとかですね付け加えたりしてきたことっていうのがあの実はデザインにとってはあんまり必要にないことだったりとか逆にこうすごく重要なことっていうのが隠されてしまっていたりするケースがあるのでえ共通言語を見つける時っていうのはですねお客さんにじゃあその考え方で何でスタートを切ったんですかって といううことを、えー、共有すするようにしてますなので医療的にも例えばもともとはもう大今お話として僕のところに届いた時は大病院としてお話を頂い,いて、えー、全部総合として成り立つようにしてるんですけれどもじゃあ一番大元の、あのー、病院を作ろうと思った最初はじゃあ何だったんですかって聞くと実はあの小児科を作りたいって思って。 それに特化した病院を作ろうと思っていたらその考え方がすべてにこう当てはまっていってだんだん尾ひれがついてで経済的にもあのこのくらいの規模じゃないと、えーまあ、マーケットシェアが取れないというようなことが起きてこうなっていったんだという尾ひれがついていくと思うんですね。ただ一番最初のその小児科科を作りたいいいいいんんだととかか、まあ、例えば眼ででももいいすけどそういうものが分かっていると ほぼそこでもうその間を飛ばしてもですね間は僕の考えたものが合ってるかどうかの答え合わせをしていくっていう状態になっていて一番根幹はしっかり捉えているのでお客さんとの大体こう会話が成り立つっていう状態なのでもちろん新しい分野だったり僕が一回も手がけたことのないお客さんとかとお会いするケースはあるんですけれどもその時は特に一番最初になぜそのことをしたかったのか。 ラーメン屋なんを何で始めようと思ったのかとかあのそういったところを、えー、特に細かく聞くようにしてますなので一番手前の一番直近で出来上がったお店とかを見ても実はこう、まあ、言い方正しいかどうかですけど雑念が多いというかあのかかってきたものに対してこうリアクションを起こしたものというかこう 本当に正しいリアクションなのかどうなのかが分からないようなものまで混ざっているものが多いので一番最初の話をもう一度聞き直すということに力を入れてますありがとうございますあとはもう,もう一個ぐらい何かご質問があればというところですけれども 大丈夫そうですかどなたかいらっしゃったら <laughs> まあ今実は一緒に仕事をさせてもらっているような方もいらっしゃったりとかあのー。 前にもねあの僕の講演聞きに来てくれたような方々もいらっしゃると思うんですけどあの多分お話しさせていただいていることは結構ずっと一緒ででまあこの一番最初に悩むところですよね一番悩むところとして、えー、どういうことをしたらいいかっていうことに対してまあ僕としてはあのルール化する。 でまあ、ルールっていう言い方自体の方が僕は簡単だなと思ってるんでルールって言ってるんですけどこれはただただコンセプト立てるだけじゃんって言われればそういうこともあるんでしょうしあとは、まあ、お客さんの言ってる内容を、あのー、マーケティングしてるっていうことにつながるかもしれないんですけど、あのー、ルールっていう言い方にしてるもう一つの理由というかですね、あのー、ルールってゲームっていう考え方と結びついたりしますよね。 でちょっとですねあ,のあんまり深い話までしてしまうとあの難しくなっちゃうんですけどゲーム理論っていう話がありましてゲーム理論っていうのはですねあ,のある、もちろんルールにのっとっていろんな人たちが動くということに対してですね、えー、一番こう強いというかですねそのゲームに対して一番強い人って誰だと思います そのゲームで一番強い人っていうのはです、ね、あのゲームを作った人なんですよ。そのルールを作ったっていう人が一番強いんですね、ゲームの場合は。だいいいたそういうもん、まああのー、例えばサッカーだったら発症した国の、あのー、イングランドとかがすごく強かったりとか。 あのまあ、もちろんそれがだんだん平均化というかですねあのその文化がたけてこう広がるような国があったりするっていうのもあるんですけどいろんなカードゲームとかボードゲームとかでも何でもいいんですねそういったものでもルールを作ってそのゲームを作った人が実は一番強くてということはお客さんといろんなやり取りをする時にこれがルールだって僕が作って持っていくとですね僕が一番強いんですよ。<laughs> 中にはですね、そのルールをですね,あのねじ曲げようとされたりとかあの逆にも,もっともっといいルールを付け加えてくれるようなお客さんも山ほどいるのでそれはそれで僕は面白いなと思いながら勉強になるなと思いながらこう取り入れてお客さんと一緒に、えー、より面白いルールを作っていくっていうスタイルでやってるのであのルールっていうとちょっと。 やってることがまあコンセプト考えなきゃとかお客さんの言ってるマーケティング内容をこうどう読み解いたらいいんだろうとかもう本当に頭が痛くなるようなことばっかりの時にじゃあちょっとルール作ってみようかみたいな感覚で取り組むとあのちょっとポジティブに物事ができるんではないかと思ってますなのでルールを作るっていう言い方でスタートするようにしてるというようなところです では時間が来ましたので、えー、今日は、えー、お忙しい中皆さんありがとうございました。